月刊コミック REX はじめ人社館とツイッターにて連載中の4コマ漫画80カメジャン観察日記が2019年春より TV アニメが放送開始となるが、その主要キャストが発表された。80カメジャン観察日記やトガメジャン観察日記は月刊コミック REX はじめ人社館とツイッターにて愛知県生まれの安藤正はじめさんが連載中の名古屋愛あふれる4コマ漫画。かわいい80カメちゃんを観察し名古屋の地位を向上させる大人気局地コメディで、地元テレビ愛知のほか東京 MX でも放送されることが決定している。アニメ総監督は平沢久義さん、キャラクターデザインは早坂さつきさん、アニメーション制作は佐伯田が担当する。RR 2019春アニメ、今回2019年春から放送開始となる本作の TV アニメの主要キャストが発表され、ご当地3人娘のキャラクターボイスを担当するのが同県出身の声優であることが判明した。愛知県出身のヒロイン80カメ最中役を愛知県出身の戸松井遥さん、岐阜県出身の多田草舞役を岐阜県出身の若江由紀さん、三重県出身の笹津庵最役を三重県出身の小松美香子さんが担当する。3県のご当地あるあるが多い本作だからこそのこだわりのキャスティングとなっている。主要4キャラクターのデザインと今回キャラクターボイスを担当することが発表されたキャストからコメントが到着したので紹介する。キャストコメント。継承略80カメ最中役戸松井遥コメント。愛知県がメインの作品に80カメジャン役として関わらせていただけて本当に嬉しいです。改めて自分自身が愛知県出身ということを誇りに思いますし、地元の方はもちろんそうじゃない方にも東海地方のあるあるなことを彼女を通して楽しくお伝えできるよう全力で演じていきたいと思います。ただ草内役若井由紀コメント。今回ただ草内ちゃんのオーディションぜひ探してみてくださいね。作品情報、 TV アニメ80カメジャン観察日記やトガメジャン観察日記。放送情報、2019年春放送開始予定。放送局テレビ愛知、トキオンクスほか。あらすじ、東京育ちの高校生ジンカイトが転校した先の名古屋で出会ったのは方言丸出しの女子高生80カメ最中やトガメモナカだった。猫のような風貌と露骨な名古屋弁を操る80カメちゃんは全然懐いてくれず、ヘリップ可愛い80カメちゃんを観察し名古屋の地位を向上させる大人気局地コメディ。スタッフ原作80カメちゃん観察日記月刊コミック REX 連載中。原作著者安藤正規総監督、平沢久義キャラクターデザイン、早坂さつきアニメーション制作、サエッタアニメーション制作協力、クリエイターズインパック製。東海3県のご当地あるあるが多い本作だからこそのこだわりのキャスティングとなっている。主要4キャラクターのデザインと今回キャラクターボイスを担当することが発表されたキャストからコメントが到着したので紹介する。キャストコメント。継承略80カメ最中役戸松井遥コメント。愛知県がメインの作品に80カメジャン役として関わらせていただけて本当に嬉しいです。改めて自分自身が愛知県出身ということを誇りに思いますし、地元の方はもちろんそうじゃない方にも東海地方のあるあるなことを彼女を通して楽しくお伝えできるよう全力で演じていきたいと思います。ただ草内役若井由紀コメント。今回ただ草内ちゃんのオーディションぜひ探してみてくださいね。作品情報、 TV アニメ80カメジャン観察日記やトガメジャン観察日記。放送情報、2019年春放送開始予定。放送局テレビ愛知、トキオンクスほか。
あらすじ、東京育ちの高校生、ジンカイトが転校した先の名古屋で出会ったのは、方言丸出しの女子高生、80カメ、最中、やとばめもなかだった。猫のような風貌と露骨な名古屋弁を操る80カメちゃんは、全然懐いてくれず、ヘリップ。かわいい80カメちゃんを観察し、名古屋の地位を向上させる。大人気局地コメディ。スタッフ、原作。80カメちゃん観察日記、月刊コミック REX 連載中、原作著者、安藤正規総監督、日野沢久義、キャラクターデザイン、早坂さつきアニメーション制作、サイットアニメーション制作協力、クリエイターズインパクト制。